うも岩井です、今回はですねこちらフェンダージャパンのムスタングですね。これのここ 1,2,3,4,5 と一弦のペグがへし折れちゃってるんですよね。これのペグ交換を頼まれたのでやっていこうと思います。でこのムスタングなんですけど、クラフテッドインジャパンの時代のものです。まあそれなりに古いんですが結構綺麗な状態で、はい、ペグだけ交換していこうと思います。で今回使うペグなんですが、こちら、ミュージックリディって読むんですかね。楽器いじってる方なら一度はアマゾンで見たことがあるであろうメーカーミュージックリディなんですけども、このペグを使っていこうと思います。これまあ普通に6個セット6連ペグで、2000何十円とかやったんじゃないですかね。めちゃくちゃ安いんですよ。でも過去にもこのメーカーのペグ使ったことあるんですけど、値段の割に結構ちゃんとしっかりしてて全然使えるものなのでこれを買いました。でそのペグを選ぶ時の注意なんですけども、まあ6連ペグの時は特にですね、このペグとペグの間隔がなんか違うものがあったりするんで、ここは測ってからそれに合うものを使いましょうって感じで、弦外して、ペグも開封して交換していこうと思います。はい、弦を外していきます。あ、これあるわ。弦外すにしてもこれ一弦どうやって緩めたらええねんっていう、どうしよう。あ、アームダウンすればいいのか。じゃあなんか適当なアーム持ってきます。はい、適当なアームを入れまして、アームダウンすれば、ん？全然緩まへんな。わかりました。ネックを外してしまえばいいんです。OK。これで弦も外れると。ではペグを外していきます。F キーっていうんですかね、これ。かっこいいんですけどね。ペグが外れました。じゃあミュージックリディ開封します。まあ一回開けたんですけど、よいしょ。箱が開けにくいよなこれ、うん、箱が開けにくいよなこれ。で今回用意したこのペグなんですけども、このプラスチックのペグボタンのものにしました。まあ元がこれなんで、まあちょっとでも近いものにしようっていう感じですね。まあちょっとね、色と形は若干違うんですけど、まあまあこっちの方がムスタング感あっていいでしょう。その銀色のタイプのものよりはね。ではちょっと通してみます。うん、感覚はバッチリですね。感覚はバッチリです。で、うん、ブッシュもこのまんまで大丈夫そうですね。まあブッシュもついてるんですけど、
まんまで大丈夫そうです。じゃあ、ビス穴を埋めていきましょうかね。じゃあ、ビス穴を埋めていこうと思います。ぶっちゃけ、これが自分のギターやったらビス穴埋めないですね。もう開きっぱなしで次のペグつけちゃうとこなんですけども、埋めていこうと思います。使うのは別に爪楊枝です。で爪楊枝の、先っぽのとんがってるところを切り落とします。先っぽとんがってると奥までちゃんと埋まらないですからね。直径もちょうどいいですね、爪楊枝で。で、タイトモンド。タイトボンドを、にゃにゃにゃっと塗って、ちょっとつきすぎ。ぶっ刺して、先っぽここ、折れやすい先折っちゃおう。で、軽くプラハンとかで打ち込みます。で、切り取るんですけど、ニッパーで切るんですけど、あんまり根元ギリギリで切らない方がいいと思います。結構ね、そのニッパーで切ると、せっかく埋まってるところの木までもぎ取っちゃうことがあるんで、ちょっとだけ開けて落とすのがいいんじゃないかと、僕は思います。で、ちょっとね、タイトボンドがはみ出てるんですけども、これも、今回の場合あんまり拭き取らないです。拭き取らなくて、この状態で固まっちゃった方がいい感じに隙間が埋まるんですよね。今回に限っては、こういう時に限っては、固まってから、はみ出てる爪楊枝と一緒に削り取るのがいいんじゃないかなと。僕は思います。はい、じゃあボンド乾燥待ちです。はい、ボンドが固まったので、この出っ張ってる部分を削っていこうと思います。いつもの僕の愛用の肥後の神でいくんですが、ほんまはのみとか使った方がやりやすいと思うんですけど、ちょっとね、今うちにあるのみがほんまに生クラですぐ刃こぼれしちゃうんで、使い慣れてる、これでいこうと思います。この下になんか敷きたいな。はい、レーザー買った時に入ってたこの梱包のスポンジの高さがちょうどよかったんで、これでいきます。これヤスリでやるとね、この他の塗装の面傷つけちゃうんで、こういうのは刃物でいった方が他に影響がないんですよね。はい、オッケー。はい、ではペグを取り付ける前にですね、今せっかくネック外してペグもついてなくて、こうネックをペタンと平たく置ける状態なので、今のうちにフレット磨いたりね、指板磨いたりしていこうと思います。タイムラプス。
はい、こんな感じでフレットも指板も綺麗になったので、ペグのね位置決めをしていきます。このペグの位置決めがね結構大事でして、ここがずれてるとまあ結構ダサいっていうか結構安っぽく見えちゃうんですよね。なのでまあこのまあ位置決めっていうか、まあ穴はもう開いてるんで、まあビス穴を決めるだけなんですけど、こういう時にですね、僕はこれ、プラスチックの定規を使います。で、まあここをこう押し当ててやったら、まあ絶対直線にはなるわけなんですけど、まあこれがね、金属だとちょっとヘッドに傷ついたりするかもな、みたいなことでプラスチックを選んでます。で、まあこの状態で穴をマーキングするんですけど、まあこう押さえながらやったらやりにくいので、両面テープを使います。んで、こう押し当てて、貼り付けてあれば、これでまあずれないわけです。はい、もう霧で直接マーキングしちゃいます。これで穴位置に印がついてますね。はい、じゃあさっきの印に合わせて、ビス穴を開けていきます。まあ、普通にこういう風にマスキングテープで深さマーキングしてですね。で、この開けたビス穴なんですけども、まあ、この穴の縁ですね、この塗膜が鋭利に残っている状態なので、こっからかけたりしやすいんですよね。なので、こういう面取りビットで、まあ、手で軽く、レンジ、さらっときます。はい、じゃあ、ペグをね、ビスで固定していくんですけども、まあ、ビスついてきたじゃないですか。僕、このビス使わないです、あんまり。もともとついてたビスを使います。やっぱりですね、この、メイプル硬い木に穴開けて細いビスを打ち込むんで、なんかちょっと斜めに力入ったりしたら結構、ここって、ビスがねじ切れちゃうことがよくありまして、そういう時にですね、これまあ、中国製のビスだとね、結構弱いんですよね。なので、まあ、もともとついてたビスを使った方が結構安全だったりもします。じゃあ、これをもうビス止めしていきます。はい、まだ軽くっていうか、本締めしてない状態なので、ここで、こう、位置をね、若干修正したりしながら、本締めをします。よし。いいでしょう。綺麗についたんじゃないですかね。いい感じですよ。はい、それではネックをドッキングして、全体調整したりしていこうと思います。